ラクさんがね、ここですか待ってましたみたいじゃないですか。ここですか、私の出番は。ここのために来たんですから、私は。そうなんですよ、ね、うちのサルクのお姉さんはモノマネがすごい上手で、そのドラゴンエネルギーをいろいろな有名女性アーティストが歌ったらどうなるかみたいなのを密かに練習してきてくれたらしくて。本当ですか。そうなんですよね、本当。結構今ハードルガチ上がりしてますけど大丈夫ですか。いやですよね本当にもうさらっとなんかすげえ、まあ、ねえ、今のはその 後輩が悪いですよ、今の上げ方は多分そう。でももうね、私歯向かえないんですか先輩とはいえ。そんなことない、僕がちょっとね、まあ、ね、ちょっと聞きたいなっていう。いや聞きたいですよね、簡単にね。そうレパートリーとか結構たくさんないんですか。一発目はやっぱり倖田來未さんで。あ、出た、行ってみたいと思います。すでにもうすでに入ってる、すでに行きます。Hello, you keep telling me to hold on to my energy. Hello, mentally no matter who, oh, is she cut on dynamite? いい。俺はもう騙されへんよ。なんすか。これ多分ね、倖田來未じゃなくて、みそのちゃんや。そっちだ。なるほど。あ、そうだ。そう？みそのちゃんの方だ。似てます。篠原涼子。出た出た。行きましょう。篠原涼子さん。篠原、はい、行きましょう。はい。ダイナマイト。いい、わかる、めっちゃ似てる。いい、ちょっとカードね、目つぶって聞かないと。歌ってる時のサルサルがちょっとね、ごめんなさい、インパクトが強いかも。あ、そうですか。目つぶってください皆さん。すいません。もうね、横から見たルージュがやばい。ルージュの色がルージュやだ。え、これちょっと待って、失敗だったから。可愛いですよ、可愛いですよ、可愛い、可愛い、すごい可愛い、エロいですよ。褒めるのが上手いとか言われてちょっと遅くなる。めっちゃエロいっすよ。え、もう、なんか、僕もなんかリクエストしたいな。何がいいですか。もちろん、もう答えます。本当っすか。あ、じゃあ僕のオススメを大石さんに。あ、う、何。レベッカっすよ。あ、レベッカ聞きた。あ、いい。ちょっと、ね、年代がちょっと上ですけど。レベッカみんな知ってる。知ってます皆さん、うん、レベッカ。はい。ちょっと待って、行きましょう。はい、行きましょう。フレンズね、そうそうそう。